39.1度。 39? もう死ぬよ。はい、皆さんこんにちは。エラです。タカです。 AT ブログです。とうとうテンションが低いことは気づきましたでしょうか。とうとうやってしまいました、我ら。お腹下しました。はい、なんででしょう。まあアフリカの旅はそんなもんじゃない。まあね、まあ覚悟はしてたけど、とうとう来てしまいました。実際来るとね、辛い。はい、めちゃくちゃ辛い。お腹が痛い。ただね、ちょっとラッキーなのはまだ下だけで、上からのリバースはないから、まだまだまだ真骨頂は見てないね。そんなしということでね、みんなそんな知りたくない。体調は崩してますが、しかし、まあね、元気出していきます。はい、あと薬も日本から持ってきたから、そう、一応ね、に治るということは信じたいな。下痢止めと整腸剤持ってきて、今がっつり飲んでるからね、治ってくれ、頼む。でね、今日はね、シャウエンからタンガーっていう町にバスで移動するから、まさにね、バスの中でお腹痛いって地獄だから、それだけは避けたい。頼む神様、俺のお腹を守ってくれ。ということで今日も一日いきます。はい、えい。 1 hour later。 ということで今バスターミナルやってきました。とりあえず今ね、ここの荷物預けるところにでかいバックパック預けます。今ね、チェックインバッグの確認してる。すべてマニュアル。 A few moments later。 ちなみにね、モロッコのバスはね、意外と近代的でね、日本のバスとそんな変わんないんだよね。すげえ快適なの。6 and a half hours later。 はい、ということでタンジェ着きました。もう7時半。そう、7時半ね。バスが長かった。めちゃ長かった。ただね、このタンジェって街、めちゃくちゃ都会で、全然アフリカな感じはしません。なんかシャウエンからタンジェまでバスで来たんだけど、タンジェに近づけば近づくほど、なんだろうな、なんか普通に道路もめちゃくちゃ整備されてるし、あの遊歩道とかもあるし、ちゃんとした綺麗な公園もあるし、ビビったのは普通にヒルトンのバカでかい、でかいやつ、バカでかいヒルトンがドーンって立ってて、マジでもうヨーロッパだね。まあ、ちなみにね、このタンジェってモロッコの、まあ、一番上にあって、スペインからフェリーで1時間ぐらいで来れるぐらい、まあ、ヨーロッパに近いんでね。だから、まあ、街中はね、アフリカって感じではなくて、まあ、まさにヨーロッパって感じで。ちょっともう今7時半なんだけど、ちょっと今からプラプラっと、なんかここのホステルのお姉ちゃんが教えてくれたから、そこにちょっと行って、まあ、モロッコ料理食べれたら食べていこうかなと。そう、出た、これムスリムのこのね、スピーカーマジでうるさいんだよね。まあ、うるさいって言っちゃいけないか。まあ、ということでちょっと今からプラプラしていきますわ。で、一個朗報があって、バスの中ではお腹大丈夫でした。さすが日本のね、下痢止め最高。マジでありがとう、ジャパンありがとうって感じ。ということで、まあ行ってきますわ。ね、このムスリムのね、なんていうんだろう、これ6時とか5時とか決まった綺麗な時間じゃなくて、なんかランダムに流れてくんだよね。だから予想つかない。まあ、ただこれがね、イスラム教の国に来たって感じはするね。なんかやっぱこのメディーナの中はフェズだろうとシャーウェンだろうと、まあ、一緒な感じだね。ただなんかね、このタンジェはね、人口がね、200万人ぐらいいるらしいよ。さっきタクシーのうんちゃんに聞いたんだけど、人口200万人の都市だからめっちゃでかいよね。 A few inches later。 ここがモロッコのタンジェのローカルレストラン。今ね、野菜焼いてる、炭火で野菜焼いてる。で、調理場な感じ。ちょっとお腹痛くなるかなっていう不安はあるけどね。
Wow, thank you. Looks nice. これがね、モロッコの、まあ、伝統的な料理なのかな、タジン鍋。まあ、今見えたみたいになんか三角とんがり帽子みたいな蓋がかかってて、まあ、その中に俺らが頼んだのはチキンタジン鍋だから、野菜とチキンとあとオリーブかなが一緒に煮込んであって、まあ、香辛料を振ってあって、まあ、基本的にこういう風にパンが出てくるからパンと一緒に食べる感じ。うまい。ちなみにね、モロッコにね、このタジン鍋ともう一個クスクスっていうのが有名な料理があって、個人的にはね、このタジン鍋の方が全然うまい。どっちが好き？クスクス？なんかクスクスは、なんて言うんだろうね、ご飯みたい。そう、ご飯みたいなんだけど、なんかご飯ほど水分がなくて、もうカラッカラのね、カラカラのご飯って感じが敷いてあって、その上に、まあ、タジン鍋と同じようなこういう感じのものが乗ってる感じなんだけど、でパンがない。だとね、なんか俺らが行くレストランでは大抵ね、こういう風にね、オリーブの盛り合わせが出されて、まあ、最初このオリーブの盛り合わせとパンを一緒に食べて待つって感じ。 One hour later. はい、そういうことで食べ終わりました。食べ終わりました。今日何した？何も。今日何もしてないね。あれビデオになるのかな。シャウエンからタンジェに移動して1日終わっちゃった。まあ世界一周してればね、こんな日もありますわ。はい。ちなみに何もしてないのにめちゃくちゃ眠たい。まあね、やっぱねバス移動が長いとね疲れるね。でちなみに明日も、まあ、このタンジェからラバットバス移動があるので、ちょっと今日明日ねバス移動が続いてちょっと疲れますが、まあ、ラバットではちょっとゆっくりできるのでね、またラバットの誕生をね伝えれればいいかなと思いますわ。またラバットから新しいビデオを作るって感じ。そうだね。はい、じゃあということで、まあ、今日はおやすみなさい。そしてごちそうさまでした。ということで、またまたまたバイバイ。ちょっとね、今めちゃくちゃ頭痛くなってきたから、ちょっと念のため体温計で体温測ってみます。死にそう。やばい。39.1 度。39? もう死ぬよ。やばいね。どうしよう。見てください。今測ってみたら、39.1 度。これやばいね。なんか熱下げとかもちゃんと持ってきてるから、それ飲んで今日は早く寝ます。僕らの船これです。